どうも、たけしです。今回ですね、兵庫県伊丹市の稲野町へやってきてます。でこのね、稲野町で何をしに来たかっていうと、このね、稲野町にとある鉱物カフェがあるんですよ。皆様、鉱物ご存知でしょうか？私ね、全然知らないですけども、なんかね、モンハンとかでさ、発掘したら鉱物出てくるやん。多分だから石のことやと思うんですよね。そういうね、鉱物カフェがね、稲野町にあるということで、早速ね、行きたいと思うんやけど、今回ね、その鉱物カフェに行くんですけども、その鉱物っていうよりも、とある食べ物にね、密着していこうと思います。その名もね、なんとタミマルバーガーでございます。皆様、タミマルご存知でしょうか？タミマルっていうのはね、伊丹市のご当地キャラクターですね。タミマルっていうキャラクターがいるんですよ。他にもね、ヒコマルっていうのがいるんですけど、タミマルっていうのはね、マガモっていう鳥がいるんですよね。そのマガモをモチーフにしたキャラクターですね。これも多分タミマル、ありがとう、マガモやと思う、これちゃうかな。これもでも痛みしかないんですよ、この魔法瓶って。うん、そのね、マガモをモチーフにしたタミマルバーガーっていうのがね、鉱物カフェであるんですよ。どんなんなんやろね。ちょっとね、軽く調べたんやけど、レモンが入ってるよ。バーガーの中にレモンがあって、で、なんとね、そのレモン、皮ごと食べれそうです。超新鮮よね。うん、めちゃくちゃ楽しみですね。まあ、今回ね、この猛暑の中で、タミマルバーガーを今から爆食いしね、とある鉱物カフェへ向かっていきたいと思います。それではやっていきましょう。レッツショーテン。それでね、もう着いたんで今から移していきます。あれですね、阪急稲野駅が近いですね。阪急稲野駅から徒歩ほんまに目の前にあります。見てこれ、なんか濃いのがあるよ。これをね、食べていくんで。超楽しみっすね。めっちゃね、鮮やか。で、これ、月曜日がね、定休日だそうですね。午前10時から夕方のね、6時までやってます。で、これ、遊んで食べて学べる鉱物カフェ。めっちゃね、楽しみっすね。なんかさ、見てよ、これ。この面も食べてる。すごいな。あるよな。すごいな、これ地球、これ。これも多分鉱物やわ、ほら。すげえ。こんな色してんねんな、ほら。これ普通に地球儀かなと思って。ただの地球儀ってあるよ。地球儀かなと思って、これがね、鉱物。モンハンとかでもな、ピッケルってやつで、こういうのをかんじゃったらね、鉱物が発掘できんねんか。多分、だからこれのことやと思う。鉱物ガチャみたいな感じかな。すげえ。めっちゃ楽しみ。まだオープン前なんですけどね。うん、じゃあオープンしたんで今から入っていきたいと思います。いや、オープン、すごいね。もういきなり見てこれ、意味がわからんね。何がおんの、怖いんやけど。恐竜危険って書いてあるんだけど、入っていきましょうか。こんにちは。見て、早速。おぉ、すごい。おぉ、これが鉱物ってやつかな。マジモンハンでしか見たことない。すっげぇ。こんにちは。今回もタミマルバーガー食べてきた。あ、はい。これ、あのキャラクター。これは、うちの監修してるコンセプションのメイドっていう漫画のキャラクター。すげぇ。見た目にこんなあったんや。知らなかった。すごいね。これのことかな、注意ってやつ。いるやん、今日。こいつに食われるぞってこと。何？トマハガネ。日輪刀作れるやん。そうそうそう。刀とか作れるやつ。あ、それよりこっちの方が怖いね。ホゲータ。ポケモンのホゲータこれ。見て。これもあれ、鉱物って言うよね。え？絶対だよ。絶対じゃないか。なんかおる。こ、オパールちゃんやって。かわいい。ニャッキーがある、これ。何これ？ニャッキー。ニャッキー、うん、あれか。知らん？なんかこういうやつやな。イモムシみたいな。シャクドリムシじゃない？そう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 。知ってる？で、これ。何？すごいな。待って。今やばいもん発見してんけど。スライムマジラル、これ。すごい。あちこちにさ。こういうの面白いな。ちょこちょこなんかね、うん、スライムマジラルとか紛れてるっていう。色も
色もそう、鉱物感ある。あ、味も鉱物よ。カクテルあんねんて。じゃあカクテルじゃん、モクテル。なんか違うわ。モクテル。ノンアルコールモクテル。え、モクテル。宝石の名前やね。とモルガナイトとサファイア。めっちゃいい匂いしてくる。お、来た。あ、ありがとうございます。綺麗。あれでけ。肉でけ。すげえ。タミナルバーガー到着。これ混ぜるって。うん。グラデーションされた。そうね。うん。うまっ。肉めっちゃうまい。サファイアも綺麗。色も綺麗。マネージャーのサファイア。はい、開店しました。いや、よかったね。鉱物カフェ、あんな感じやねんな。鉱物ってマジ、あの想像してた通りの鉱物でした。めっちゃ綺麗やったね。あとさ、1万円が超えるやつめっちゃあったし。ピーポーラッシュやで。ピーポーピーポー。心配するわ、普通に。なんといっても鉱物綺麗やったけど、タミマルバーガーやばかったね。あのレモンよ、そのまま食えるって聞いたからさ、ちょっと酸っぱいんかなと思ったんやけど、酸っぱさマジでなかった。甘さがあった、蜂蜜みたいな甘さがあって、めちゃくちゃね、相性も良かった。お肉とさっぱりしてね、ジューシーでね、最高でしたね。うん、皆さんぜひね、特にやけど痛み耳、タミマルバーガー食いに行こうや。うん、痛み耳もそうやし、俺の動画見てる方ってね、多分痛み市民以外もちょこちょこおんねん。だから痛み、なんか来た時とか、タイマルバーガーの皆さんぜひね、食いに来てください。うん、まあ、今回ね、こんな感じで終わります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。